阪神打線、野手先発全員安打全員打点わらわら。急にどうしたんやこれ。勢いがついちゃったか。あかん野球楽しすぎる。便秘解消して溜まってた得点が全部出たわね。てかまだ6回なの。昨日ってこの時間で9回とかじゃなかった。昨日までと今日行われてる競技、どっちが野球なん？Y が見なかった途端これは草。打線の復活、タイガース、なお明日から休み。後半戦入ったらえぐいほど冷えてそう。まあオールスター前にいい終わり方できるのはよしや。これ今日からボール変わったか。僅差で2つ競り負けて1つ大差で勝つ、弱いチームの典型だよ。便秘解消打線草。3試合で分散しろハゲ。阪神0 1広島阪神0 1広島阪神12に広島。14試合ぶりのホームランって、わら。やっぱ打てたら楽しいな。ブリブリ打線。